改めまして皆さんこんこんえっ、ー、とまず最初にメッセージ箇所を開きたいというふうに思いますえー、ルカの三章まあ聖書箇所はそんなあの今回はあれなんですけど ルカの三章の二十三節もルカの福音書の三章二十三節ですね読みたいというふうに思います教えを始められた時イエスはおよそ三十歳で人々からヨセフの子とを思われていた、えー、ここからですイエス様今からメッセージをしますけど神様がともにいてくださいともにいてくださり神様の御心の答えを話すことができますようにイエス様におっておしますアメン えっと、皆さん、こんにちは。えー、改めまして、こんにちは。えー、っと、今日は、不思議な箇所だなと思うかもしれませんけど、ここから話したいというふうに思います。えー、これを YouTube に上げて聞いている方もいらっしゃると思いますが、僕は、えー、この高校でですね、同じような感じで、ここで話してるんですね。毎週に3回、えー、っと、聖書のことを話してるわけです。で、僕は、 神様といいいいううのをを信信じじていててイエス・スキリトこますそれで、えー、みんなにそのことを知ってもらいたくてたくさん話してるわけですね、えー、それで僕はこうあまり人の話を聞かずに自分の意見を突っ走って話しまくるっていうなんかもう元からの性格でですねこう自分が正しいと思ったらグワーッてしゃべって,喋ってそれと違う意見をこう言われたらこうなんか 納得いかなかったら受け付けないみたいな感じですね。で、こう聞いても、うんうん、そうだね、そうだね、いや、でもねって言って、俺が正しい、みたいな感じでこう話す癖があるんです。癖っていうかもうそういう性格でですね、それでこう高校で神様のことを話すと、エスさんのことを話すと、それで、まあ、このエスのことを知ってほしくて、たくさん喋ってるわけですけど、あの、こう、人の言うことを聞かなかったなっていうか、 みんなの話を聞かなかったなあと思うんですよね。それで、えー、聖書には伝えなさいと書いてあるんです。イエス様も命令で全世界に出ていき、福音を延び伝えなさいと。そして信仰は聞くことから始まり、えー、聞くことは神の御言葉によると。だからこの御言葉と、まあ、神様のこと、イエス様のことを絶対に話さないといけないんですよね。その話さずして世の中で生きるっていうのは、まあ、僕にとってはそれはできないことで。 伝えないといけないといいいととけうどんだけ馬鹿にされても理解されなくても伝えないといけないと僕はそう思っていますし今後もそうしていくつもりなんですけどあの面白いことがあってですねその心理学者の心理学者っていうかこのカウンセラーの基本は聞くことだって言われてそれであのなんだっけあの聞くことだって言われて解決案をくことだ言われて。 提示するんじゃなくてひたすら聞いてうんうんってこうなずいて相手の荷物を軽くしてあげるみたいなそれを聞いた時の,のはばっかじゃないのかみたいな思ってしまったんですよねすごく、まあ、それは僕のこうなんだ調子乗った考えなんですけど、まあ、確かにそれはそうだと聞くことは重要だとでもそれで荷が軽くなってあーこうたくさんんだろう悩みだろう愚痴だのを吐いてあ少し気分が楽になったそれ一時的なものじゃないかとで僕の信じてるイエス様っていうのは まあこれは永遠だから僕はそう信じてますからあの確かに聞くことも大事だけどこの永遠というのを伝えなくてどうするんだと思って僕はこうずっと話してきたわけですよね。それであのそれでもまあそれで「あでも俺は人の話を聞いてないな」って聞くのは確かに大事なことだよなと思って。 それで今回の聖書箇所なんですけど、イエス様は推しを始められたとき、イエスはおよそ30歳って書いてるんですよね。後半のヨセフの子っていうのは関係、今回のメッセージは関係ないんですけど、なんでイエス様は30歳まで待ったんだろうと思ったんですよね。神の子として生まれたなら、もう若いうちに伝えないといけない。だから、あのイエス様は福を述べ伝えなさいと言われたんだから、じゃあなんでイエス様は30歳まで待ったんですかと、悔い改めなさいって言われたときに、 さ天の御国が近づいたからって最初にそう言ったんですけどなんでそれがその20歳や10代じゃないのか当時の成人って何歳なのか分かんないんですけどまあ基本的に今は二十歳ですよねだから大人になった二十歳で20歳からするとか18歳からするとか12歳からするとか何で30まで待ったんだろうと思ったんですよねそれがすごく不思議で教えを始められた時って書いてるからということは30歳まで そういうい教えとかかはしなかったわけですよねでひたすらヨセフの子として石工大,大工さんとして働いてきて絶対にそのこの聖書の価値観だったりとか神様の考えキリストの教え神の教えに背いてるようなこととか納得いかないこととか山ほどあったと思うんですよね。それをどうやって過ごしたのかなって僕はすごくそれが不思議でですね。 で僕はもちろん、あのー、なんだろうな今後、神様のことを話さないというわけではなくてずっと話していきますけどずっと伝えていかないといけないんですけどそれと同時にイエス様は30歳まで待って20歳だとか10代20歳の時はなんかこう大工仲間とか,なんかいろんな悩みとかも聞いたりしたと思いますしあと、教しを始められた30歳以後も。 罪人と一緒に食事をされたってて書いてあるんですよね当時は本当に祭司、えー、と,とか聖職者っていうのはすごくお偉いさんっていうかなだったので神のもとに仕えるものっていうのはこうなんだろうとそれと,、えー、っとこう主税人とか主税人っていうのはまあ鑑定に言うとお金を騙し取るみたいな人でとか遊女とかそういう人とは対極にあって みんな、その遊女たちをこうさこう見下してたわけですよねそのイエスさでも、イエス様はその人たちと一緒に食事をされてたと書いてるんですよその一言ですけどいやこれすごいなってすごく思うんですよねいざ,いざ自分が遊女とかえー、っとなんだろすごく悩みを持ってる人が一緒に食事しようって言って食事したらえー、っと多分ちょっと前の自分だったらブワーって話して一切その人の話を聞かずに イエ時間はね、ブワーって、ワーって話して、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 よし、もう話し終わった、もう服に伝えた、もう俺の仕事終わり、そんなふうには思わないですけど、俺は話した、話したって思ってしまうと思うんですよ。それは大事だけれども、その、イエス様はじゃあ、話すだけ話したのかなって思って、こう、話したと思うんですよ。間違いなく。間違いなく話したと思うけど、その積みの、なんだろうな、話とかも、聞いたと思うんですよね。 それでなんかその僕はまあクリスチャンホームで育ってずっとこの聖書の言葉を聞いてきてあのまあこれが正しいと僕はずっとそう思ってまあ生きてるわけですから他の人たちがちょっとでも聖書と違うことを言ったらいや、それ違うだろうみたいなもう批判ばっかしてたんですよ、やだめだろお前お前前違うお前違う、俺が正しいんだって。 何か言い返してもらう俺が言い返してやるみたいなそこまでは思わないですけどこう、まあ、ちょっと話しすれますけどパウロも言ってますよね敵対心でキリストを伝える人もいれば愛を持って伝える人もいると、あのー、聖書にはたくさん言葉がありますけど十字架の時にはイエス様はほとんど話さなかったんですよね言葉をでもそこに一番僕は愛を感じるし、あのーまあ、両輪なんですよね だと思うんですよ僕は話すこと伝えることそして聞くことっていう本当にえー、っとまだ僕はその領域に行ってないんですけど聞かないといけないなと思いつつこうちょっと口挟んでしまうまだそういう感じなんですけどこうイエス様は、えー、聖書家所に戻って教えを始められた時30歳だったとそれまで忠実に世の中で生きてきてえき、ー、て 来たんだなってこれすごく大きいことだなと思うんですよね。僕まだ17歳ですし、えー、っとまあ17歳のだけど、イエス様は30歳から始めて、そして天に帰るときにあの福音を述べ伝えなさいと言って、天に帰ったわけですから、僕は、まあ、ずっと伝えていくつもりですけれども、こう、人のかな悩みを聞く,聞くだけで、聞いた上で話すっていうのかな。それがこう あまあ、足りてないなっていうふうに思ってですね、まあ、もっとバッサリ言ってしまえばこうキリスト教会っていうのはそういう <laughs> 感じがするんですよねあの大きく含めてですよ、まあ、キリスト教会だけじゃなくて宗教宗教っていうふうに含っくるめたらこう、まあ、宗教関与とかいろいろありますけどいろいろありますけどばーって話すとなんかこう皆様は話もしたし聞くことも聞いたんだなっていう。 まあ、今日はこれだけなんですけどねそれで、えー、そうですねあのそれでまあ今ここでいらっしゃる人も YouTube に上がって聞いてくれてる人ももしかしたら若い人もいるかもしれませんけど、あのー、正直この自分の本当の悩み 打ち明けられる人ってなななかか少ないと思うんですよねそれで、えー、っとこの人信頼してるあの人信頼してるとまあい,いたらそれは幸せですけどでいない人もいるかもしれないしいる人もいるかもしれないしでも本当に全部打ち明けられる人多分いないと思うんですよねあいないっていうかまあいないと思うんですよいたらもう相当幸せだと思ってください本当に1人でもいたらもうすごいことだと思うんですよね僕は、まあ、ほとんどど家族に打ち明けけられますけど なんかこう自分でも言いたくないような自分でも見たくないような自分って汚い存在だなって思うことってなかなか人に言えないしとかこう何て言うのかなまあなかなかこう心の中に思ってる本当深いところを全部打ち明けられる人ってなかなかいないと思うんですよねでもそれはまあ正直言って聞いたところで何か解決をあげられるかって言ったらなかなか解決をあげられる人もいないし。 でもあの、じゃあ僕はその解決を持ってるかっていったら、僕自身は何も持ってないんですよね、むしろ僕もそういうなかなか人に言えないことだっていろいろあるし、でもその、この教会といるイエス様っていうのは、本当にいて、その人は、その方は全部打ち明けられないっていう、そのすべてを知ってるんですよね、そして聞いてくれてるんですよ、本当に。 えー、そして、えーえー、なんていうかな、まあ、それをさば裁く、悪いことしたらだめだって言うと思うじゃないですか。まあ、神様、神様、なんだろう。神様、仏様、なんとか様みたいなのありますけど、そういうお偉いさんがこう悪いことしたらだめだって言うと思うんですけど、確かにそうなんですけど、 その全部聞いてくれた上でそれをんだろうな見た上で愛してるよって言ってくれてるんですよねそれがやっぱ十字架っていうものだと思うしおそらく「イエス様」ほどまでになるとこう人の友女や罪人と食事をしてる時に黙って聞いてるその姿にそれは溢れて流れてるんだろうなと思うんですよねその上で伝えるんですけど だから僕自身もそういう風になりたいなと思っていますっていうこういう話です、えー。終わります。イエス様、今日のメッセージありがとうございます。えーえー、っと語ることをやめずに本当に語り続けて伝え続けていくことができますように。これは本当に勇気のいることですけれども本当に一人一人神様の言葉を握って伝え続ける力を与えてください。その上でいろいろ、えー、言われたりしますし。 うーんこう口に挟みたくなることがありますけどそれをこう黙って聞く力を与えてください黙って聞く力を与えてくださいその上で神様の必要としていることだけを語ることができますようにそして今一人一人、えー、抱えていることがあるなら本当にそれをエス様のが聞いてくださっていることありがとうございます。えー、エス様になってしますアメ